どうも、じっさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうも、じっさまです。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、ランクマッチシーズン12の中で、一緒に行われている復刻キャンペーンの GP01 ガンダム試作1号機ですね、ウルバニアではないやつで出撃していました。なんかね、修正入ってたらしいんですけどね、すっかり忘れてましたね。うん、変わったのが、特殊1、ビームライフルとこのマシンガンを同時にベベベって、もう一回ここベベベって撃つんですけどもね、弾数が増えて、しかもなんか取り回しも良くなったとかいう話です。はい、それ以外はようわからんですコストが50下がったということぐらいかな。うん、はいはい。そしてですね、昨日ね、1日のうちに2本動画作るんだとか言ってたんですけどもね、できませんでした。はい、ラーメン食ってきて今、撮ってます。一発撮りです。ちょっとストールギスがこっち来たんで一緒に来ましたけどもね、拠点破壊しちゃいましょう。もともと拠点破壊狙ってたんでね、この緑の、戦艦はこの穴のところが暗証か、今のなんか当たったぞ。暗証だったはずです。うわ、足止まってる、あ、もう落とせそうですね。はい、ラーメンなんですけどもね、ラーメンなんですけども、奈良のマリオ流、はい、超こってりラーメンを食べるつもりで一旦行こうとしてたんですけどもね、水曜日定休日だったんですよね行く直前で気づきましたね。ということでね、逆にね、神戸三宮の方に行ってきました。神戸三宮の、アーケードがあるんですけどもね、センター街っていうアーケードがあるんですけどもね、そこの国道沿い側ですかね、あ、外した、国道沿い側にある、ラーメン矢沢さんという矢沢永吉さんの大ファンみたいなんですけどもね、そのラーメン屋に行きました。神戸牛を使った、牛骨ラーメンを出しているお店でしたね。牛骨スープの、塩ラーメンと醤油ラーメンが置いてました。両方スープ飲んでみたんですけどもね、実際は醤油ラーメンの方がね、美味しかったですね。で、ラーメンにしては珍しくですね、前菜が出ます。はい、神戸牛が、ちょっとついてますね。とても美味しかったですね。はい、外国のお客さんが多いみたいですね。ういあ、もう勝っちゃいそうだな。はい、ぜひね、三宮に行ったら、一度寄ってみてはいかがでしょうか。ラーメン矢沢さんです。矢沢永吉の曲が流れまくってますね。はい、席数はね、カウンターが8席ぐらいかなと、テーブル席は2席、土日は多分混むんじゃないかなと思います。うん、はい、ね、こっち守っといたら、あれ、うい、今の繋がらないかな。うん、ああ死んじゃう、あ、やっちまった、あは、うん、みんな集まってたからね、 C でちょっとでもせき止めれたと思ったんですけどもね、役立たなかったですね、すみません。判断は間違えてないと思うんですけどもね、まあしゃあない。うん、ういっと、さあもうお背負せなんでね、このまま取り詰めて一気に終わらしたいところですね。さあ、いやらしいのは遠距離支援機ですね、あいつをなんとかしたいですね。えい、あ、弾切れちゃった。うーん、マニューシャンの外し方がね、かなり素人ですね練習してないですが、あ、しまった、いい、お、見ました、今ルップスが飛び切りで破壊しましたね、かっこよかったですね。はい、ということでね、今日はラーメン矢沢さんの話でしたということでね、ここまで見てくださった方ありがとうございました。うん、さあ、まあ南京町の方までね、ちょっと歩いてみたんですけどもね、三宮から元町の方なんですけども、南京町も
ずいぶん雰囲気が変わってましてね、2年ぶりぐらい行ったんですけどもね、あの神戸ビーフのお店がすごく増えてましたね。うん、やっぱり世界に売り出していきたいということなんでしょうね。実様もね、世界で有名になりたいわけではないですけども、コツコツ頑張ります。はい、何言ってんだろう。うん、何だったんかなこの動画。あ、相手一人落ちてたんかな。はい、うん、拠点破壊はまだまだ早そうですね。運用方法次第ではまあいい感じに動けれるかもしれないです。はい、ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。